ここは富山市二礼原、富山駅から車でおよそ30分ほどの山あいにあります。自然が豊かなこの地域にあるこの小学校では、2年生15人の子どもたちがこの町の宝物について学習しています。宝物は一人一人が自分で考えて自分で決めることに。そうしたらたくさんの宝物を見つけることができたので、こんな紙を貼ることにしました。中には天井に届きそうになるくらい見つける子も出てきました。今日はクラスの若ちゃんが自分で見つけた宝物を発表することに。私は不動産の時のことです。若ちゃんの宝物は不動産の滝です。自然が広がっとって、なんか静かで気持ちいい、空気が美味しい。わかちゃんは不動尊の滝がどんなに素敵かを写真や絵を使ってみんなに伝えようとしています。みんなからも意見が出ました。水と風が合わさって気持ちいい。あの水も美味しいし、飲んだことあるんだけど水道水よりも美味しいから。みんな若ちゃんの話を聞いて、もっと滝について知りたくなりました。もっと滝に詳しくなれるかもしれんし、そのことをどんどん広げてって、いろんな人が滝のことを、滝ってこんなすごいんだなっていうのを知ってもらって、ちょっとね、歩いていくとめちゃめちゃ遠いから、バスね、してもらえるから電話してみっちゃ。やったー！みんなでもっと知るために、実際に滝まで出かけてみることにしました。みんな大喜びです。